どうもランラン先生です。さあ今日も元気なお友達、はいはい、ということで今日はですね、なんとここの飛び台急駅にある、なんと今から味の素スタジアムに行ってですね、ベガルタ仙台対東京ヴェルディの試合を見に行きたいと思いますので、いっぱい応援していきたいと思いますので、ベガルタ仙台勝てるように頑張るぞ。おー、はい、っていうことで今ねスタジアムに向かってるんですけどね、もう今ベガルタ仙台3連勝中なので、ぜひこのゴールデンウィークで東京ヴェルディに勝ってですね、ぜひ勝ち点3を取りたいなと思いますので、もう本当にラナン先生は気合い、もう元気もりもりですからね、もうなのでたくさん応援していきたいと思いますので、それでは頑張るぞ。おー、今試合前のアップをやってる途中なんですけどもね、選手の皆さんもねすごい気合入ってシュート練習してますんで、今日も絶対に勝っていきたいと思いますので、絶対に勝ち点3を取ります。はい、ハーフタイムです。さあ今日は前半早々失点した時はどうなるかと思いましたけど、なんとか1点返すことができて1対1になりました。後半もこの調子で応援していきたいと思いますので、ベガルタ仙台後半もこの調子で頑張るぞ。おー、回す行為は自責に収まる範囲で行っていただき、周囲のお客様のご迷惑にならないよう十分に配慮してご使用ください。なお金属製ボールを使用した大型は最前列のみに使用可能です。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。午後2時キックオフ、マイナビ仙台で実戦です。本日スタジアム案内所でマイナビチケットを販売中です。発券手数料無料でご購入いただきますので、ぜひご覧ください。ヴェルディブレイザーの応援よろしくお願いいたします。そして本日は気温が高くなっております。水分の補給をこまめに行い、熱中症に十分ご注意ください。
選手の交代をお知らせします。はい、ということで試合が終わりました。本日の試合は3対1でベガルタ仙台が負けてしまいました。いや本当に悔しいですね。今日の負けは本当に悔しい。もう3連勝中だったんですけどもね、やっぱチャンスはあったんですけども、やっぱチャンスで決められないとやっぱこういう試合展開になってしまうのかなと思うので、まあ、2点差になってしまいましたけど、まあ、勝てたチャンスもあったんじゃないかなと思うので、次の試合に期待したいなと思いますので、次はまた勝てるように精一杯ラナン先生も応援していきたいと思いますので、また頑張りましょう。さあそれではこの動画がいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ランラー。